テージ、星に。古着漫画。主人公は大学デビューしてモテたいと思っている血気盛んな人族のオス。前半で全体的に上っ面だけでのこじらせた DT みたいな感じのキャラクター紹介をした後に、亡き父者のコレクションである古着を処分しようとしたら、その父者のコレクションのデニムが実は150マソくらいの価格だということが、主人公の大学の古着好きのメインヒロインのメスの働いている古着屋で判明する。150マソを5000円で売ってしまって、さらには物の価値がわからない。わからないものを全否定するというような感じのこじらせを脱却するという感じをテーマに、古着を勉強しつつラブコメをするというよくできた漫画。古着好きはどういうタイプなのか?という部分の説明で、ファッション好きには変わりないが、コレクション要素の強い感じという説明だったり、なぜデニムが150マソもするのか?という部分の説明が誇らしいほどクッソ丁寧で勉強になる。この漫画の作者は古着が好きだという徹底を持っているのではないか?というのがよく伝わるディモールとベネな作品なので。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。